はい、どうも、皆さん、こんにちは。ということでね、クッキーアンナのです。ということでね、今回ですね、まあね、タイトル通りなんですけど、動画投稿してから初のね、テスト期間に入るということで、まあ、約ね、2週間ちょっとですね、まあね、テストまでね、約2週間ぐらいあるんで、その間ですね、まあね、普通のね、編集をしてね、動画ね、2週間分溜め撮りするのね、相当きついということで、2週間ね、シリーズをね、ちょっと上げていこうと思います。そのシリーズはですね、オープニング動画いじってみたということで、オープニング動画いじってみたっていうね、動画を、上げていこうと思います。まあ、2週間ちょっとですね、しばらくその動画上げて、いきたいと思います。ぜひね、ほんとね、15秒とかね、短い動画なので、ぜひね、毎日見てください。それですね、その後ね、360動画っていうね、新しい、ね、そういうやつにちょっと挑戦してみようかなと思います。ぜひね、それもね、やるんで、ぜひ、待っていてください。はい。で、今回はこれだけなんですけど、まあね、これだけじゃ毎回いいんですけど、ね、なんか毎回少しでもね、進めていこうということで、まあ、向こうにね、見える、畑の方をね、ちょっとね、やっていこうと思います。はい。今ね、手持ちにね、はい、土とね、かぼちゃの種、両方64個あるんでね、こちらの方はね、64個、設置していこうと思います。ということで、こっからはね、倍速だと思うんですけど、はい、やっていきたいと思います。はい、じゃあやっていきまーす。はい、ということで、ね、まさかのね、土がね、64個足りないっていうね、はい、普通に見せてました。っていうか、土ない説。はい、36個しかないんで、36個分だけやりたいと思います。はい、ということでね、めっちゃ直線できましたね。はい。はい。これね、ちょっとね、どんどん増やしていこうかなと思います。はい。ということで、今回ですね、まあ、2週間ほどね、動画の方をね、オープニング動画いじってみたっていうシリーズの動画を上げていこうと思います。ぜひね、短い動画をぜひ見てください。ということで、今回この辺りで終わりにしたいと思います。ぜひね、概要欄の方にね、いろいろな他のシリーズの動画と、Twitter のリンク貼ってあります。ぜひ見てください。今回この辺りで終わりにします。ご視聴ありがとうございました。それではね、また次回ご覧ください。さよなら。